CR のみ。
Should I?
魔人王がゼルドリスから分離しかけているのだろう。爆発試算した。あの野郎、何を。まさか。落ちた海軍が手当たり次第に動植物たちを取り込んでる。それだけじゃないよ、岩山まで。マーリン、奴の目的を。間違いあるまい。メリオダスとゼルドリスに拒絶された今、ブリタニアの大地そのものを自らの拠り代にするつもりだ。
そう。痛みも恐怖も感じねえだ。そりゃ死んでるわ。聖戦の手駒の分際で、手駒は手駒らしく我らの意のままに戦っておればよかったもの。僕は戦いなんて大嫌い。でも君を倒せるのなら喜んで戦うよ。本気で神を討つ妄想でも許さんぞ。守るべきものを守るためなら何でもするさ。オイラは欲張りな王様だからね。
それはどう。貴様の魔力もオフにできよう。そしてパワーフルコンバージョン。消えろ。不可能だよ。あなたがどうあがこうと、俺たちの心に刻まれた思いを消すことはできない。我が息子たち、この父を見捨てるのか。
おお、息子よ。貴様が愚かで救われたぞ。残像？救いようのねえクズでよかったぜ。これで心を置きなくぶちのめせる。メリオダス！フルカウンター！フルカウンターのたびに威力も大きさも倍々に跳ね上がっていく。やめろ！そんな魔力を放つとブリタニアがどうなるぞ。この角度でいいんだな、マリン。メリオダス、行け。アバよ、親父。後悔することになるぞ、メリオダス。光と闇の時代が終わり、訪れるのは、わかるな。望むところだ。Thank you.
この姿、この魔力、信じられん。父上と同等、いや、それ以上だ。まさか、これはお前自身が発現させた力なのか。この力全部をぶち込んで、魔人王ごと消滅させる。二つの魔人王の力が強く共鳴しているんだ。これはその余波だよ。消えろ。待て。いいのか。その力があれば、お前は父上の代わりに。ああ、できるぜ。親父同様に魔界を恐怖で支配することがな。でもそれは俺の望みじゃねえ。ナゼル、お前はそれを望むのか。違うよ。お前の望みはゲルダと暮らせる平穏な魔界を作ることなんだろう。そうだな。俺たちが求めたのは力じゃない。闇の時代が終わり、訪れるのは分かるな。あんたの言う通り、これからどんな時代が来ようとも、俺たちと俺たちの意志を継ぐ奴らが抗い続けてやるよ。それが答えだ。ゴーセル君、君は僕のいい話し相手でした。キング君、ディアンヌさん、結婚式に行くことができず残念ですが、どうかお幸せに。エリザベス様、陛下やヘンリー君たちによろしくお伝えくださいね。マイルさん、最後までお世話になりました。バンさん、お酒はほどほどに。団長、あなたは僕の生涯の恩人であり、無二の友だ。マーリンさん、ずっとあなたが好きでした。決してローザに似ていたからではありません。あなたはこんな僕に他の誰とも分け隔てることなく接してくれた。買いかぶりすぎだな。私はただ
お前を興味深い観察対象として見ていただけかもしれんのだぞ。それだけでも十分嬉しいんです。あなたの心の片隅にでも住むことができたのならば。遅い。もう何もかもが手遅れだ。引き返すことはできん。エスカノール、もっと早く私を見つけてほしかった。できれば3000年前にな。マーリン。何があろうと僕はあなたの味方ですよ。あなたが何を決断し、どんな罪を背負おうと。お前は気づいて。いいえ、勘ですよ。だってあなたは出会った時からずっと悲しそうな目をしているから。そろそろ時間切れのようですね。お前の思いには応えてやることができなかったな。お前の生きた証を、私を愛してくれたただ一人の男の印をこの身に焼き付けよう。君は孤独な愛、心を甘く言わせる至極のワイン。けれど僕はそれを受け入れる杯にはなれない。願わくば神よ、いつかその愛を受け入れる杯が現れんこと。Thank you.
説明になってねえんだけど。薄れゆく意識の中、彼の太くたくましい腕が私の身を抱きしめ、必死に呼びかけ続けてくれたのよ。あっ、死ぬなビビアン。君のような女性が死んではブリタニアの損失だ。いや、この私にとっての損失。ドルファス様が？やりすぎだとは言ってたけど、ヘンドリクセンに回復魔法をかけさせ続けていただけだよ。ところがその後ここで看病していたのは父さんなんだ。この女はいろいろやらかしてるから、城で看病させるわけにはいかないけど、放っておくのはかわいそうだろうって。おまけにあの女神族の聖なる魔力のおかげでかけられていたあざの呪いまで解けちゃったの。ラッキー。なんちゅう悪運の強さだから。ギルのことはもういいの。私は真実の愛に目覚めたから。やっぱり女は愛するよりも愛されるべきよね。なんだか知らんけど、よかったなギル。おいギル、まさかしつこくストーキングを受けている間にビビアンのこと。違う。これからは私をママと呼んでね、ゴリラモール。グリアモールだ。ビビアン、さっき君が口にした言葉の意味は、混沌の時代とは一体。ああ、私もよくわからないけど、マーリンが口癖のように言ってたのよね。光と闇の均衡が崩れるとき、神々の時代は終焉を迎え混沌が蘇る。そして世界は生まれ変わる。Thank you.
何時の啓示に従い、手はずは完了した。姫よ、そちらの準備も良いな。姫？マーリンってば誰に話しかけてるんだろう。さあ、いよいよ出迎える時が来たみたいね、君も。そして我らの主よ。どだ、ダメだ。湖が光り始めたぜ。朝、私は見誤っていた。これはお前を死に陥れる剣ではなく、お前を新たなステージに導く鍵であったことに。さあ鍵よ、湖に満ちた魔力を使い扉を開け。人間はあらゆる種族中最も両極端に善と悪、光と闇の差が持つ。
矛盾極まりなき存在だ。そして矛盾は混沌でもある。すなわち混沌の巫女に選ばれし人間こそが混沌を滑るものとなりうるのだ。アーサー様の様子が変よ。マリー、アーサーに何を言っただろう。私の目的はアーサーを目覚めさせること。混沌の王として。私の体はどうなって。恐れるな、受け入れろアーサー。自身に秘められた計り知れぬ魔力に目覚める時だ。マリ、何を言って。苦しいよ、助けて。おっか、一体どうしちまったんだ。王の目覚めが混沌の封印を解き放つとき、混沌は王に帰る。勝てると思うか？
気をつけろ。マジでお前を狙ってんぞ。メリオダスと我々が出会えたのは大いなる定めの導き。大事なのは相手にどう思われるかではなく、どう相手を思うか。この声、アーサーなのか。メリオダスと、あなたは私の憧れだったんだ。なのに、どうして、どうして。よく聞け、アーサー。メリオダスは決してお前を裏切ってない。これは真実だ。心を鎮めろ。己の力に飲み込まれるな。さあ、もう大丈夫だ。モーディン。Thank you.
Thank you.